プロ絵は、フランスの画家ジュール・ジョゼフル・フェーブルによって1875年に描かれた 260X139 センチメートルの若いパリの少女の油彩画。絵は1909年以来、オーストラリアのメルボルンにあるヤングジャクソンホテルの上階のバーに展示されている。彼女はメルボルンの象徴として知られており、HMAS メルボルンのマスコットである。 クロエは1875年にサロンド・パリで初めて公開され大きな成功を収めた。その成功により、ル・フェーブルは1875年に名誉金賞を受賞した。作品はその後、1879年のシドニー・バンコク博覧会や、1880年のメルボルン・バンコク博覧会のフランス美術展などで展示された。クロエは、 メルボルンのロンズデールストリートのトーマス・フィッツ・ジェラルドによって8522位で購入された。日曜日に絵が展示されると論争が起こった。長老派会議はこの絵が日曜にはあまりにもスキャンダラスであるとみなしたため最終的にギャラリーから取り除かれなければならなかった。フィッツ・ジェラルドが1908年に死亡した時、その絵はノーマン・フィグスビー・ヤングによってオークションにかけられた。 ヘンリー・ヤングとトーマス・ジャクソンは1908年にノーマン・フィグス・ビー・ヤングからクロエを購入し彼らが経営するホテルのバーに絵を置いた。クロエは第一次世界大戦、第二次世界大戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争の間に多くの兵士を魅了した。彼らは戦闘で出発する前にバーを頻繁に訪れた。何千人もの兵士がヤング ジャクソンホテルに行って酒を飲んだり、仲間と共に彼女を見た。トルコの残酷、フランス、パプアニューギニアから彼女に当てて手紙が届き、もう一度戻ってくると約束した。アメリカの兵士たちは彼女を誘拐する計画を立てていた。2004年9月24日金曜日の午後8時半、パブの客が絵を落として、厚さ5ミリメートルの保護ガラスに長い垂直の亀裂が生じた。 美術専門家は、被害は軽微であり、絵画の全体的な価値に影響を与えないと語った。絵は、新しい保護策として、ドイツのガラスが輸入されるのを待つ中で、メルボルンのヤンポッター美術館のイアンポッター保護センターで修復された。絵は、最終的に復元され、2004年10月13日に、ヤングジャクソンホテルに戻された。この絵画のモデルは、ではなく、 マリーという名前だった。彼女は1856年に貧しい家庭で生まれたペルシャ人の子孫だった。彼女は若い時に家を出て自分自身と姉妹の生計を立てるためにアーティストの前でポーズを取り始めた。ルフェーブルがクロエを描いた時彼女は19歳だった。ルフェーブルと彼女の関係を取り巻く多くの論争があるが この関係の真相については見解が統一されていない。彼女は彼と性的な関係を持っていたと主張する論者もいれば、彼を拒否したという論者もいる。別の記述では、彼がマリーと彼女の姉妹の両方を誘惑したという。事実がどうであれ、ルフェーブルがクロエの絵を完成して1年後、彼はマリーの姉妹と結婚した。それから1年後、マリーは、 近所の友人とパーティーを行うが、その時彼女はキッチンに行って毒物を作って飲んだ。彼女の自殺の正確な動機は不明だが、ルフェーブルに対する彼女の一方的な愛のためにそれを行ったという推測もある。クロエは1988年にオーストラリアのナショナルトラストが決定したようにホテルの一部として高級的に残されることになっている。ホテルには 無料の紹介ツアーや企画があり、人々に絵画の歴史、起源、流星を解説する。ありがとうございます。